Video Diary October the 18th, 2017 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. ビデオ日誌2017年10月18日、林博史です。おはようございます。会員の方からこんな相談がありました。私の、出ますか、林博史のですね、動画を見て、で、友達などにその内容を伝えているのですが、その友達が最近私を、つまりその方をですね、どこか遠ざけた変な目で見るようになったというのです。なかなか理解してもらえなくて困っていますというような内容のメールでした。で、その方のですね、相談について考えてみましたが、まず第一に、私林博史の別バージョンの人間史についてね、理解できる人と理解できない人、理解してもですね、その内容まで踏み込めない人、例えばね、別バージョンの人間史を説明するとですね、それがどうしたのというような言い方で跳ね返してしまう人もいます。実際そのように YouTube の書き込み欄に書いてきた人も少なくありません。中にはですね、理解して驚く人もいるわけです。しかしその段階でですね、その驚きが長く続く人もいれば瞬間に終わる人もいるわけです。つまり驚きが持続して、そしてえっってな感じでさらに深く知りたがる人と突っ込んでくる人もいるわけですよね。まあともかくもいろんな反応を皆さんなさるようですね。まあ、理解できない人っていうのは理解できないわけですよね。まあ、つまりそれだけの問題意識がないというふうに私は理解しています。知的な能力ってこともありますけども、それはあまり関係ないんですよね。要するに問題意識ってことなんですよね。その問題意識があるかないかによって、日頃からですね、いわゆるそういったその何かしら自分に理解できないもの、納得できないものがあったときにですね、そういうその問題意識を持って対処しているかどうかってことなんですけどもね。いろんな反応を示しますが、ともかくも理解できる人とできない人がいる。できる人にしても、なんて言いますか、ああ、そうで終わる人もいるっていうわけですよね。ですから、人さまざまですからね。私の場合は、それとなくね、そんな話をして、相手の反応を見て、あ、この人はダメだななんてね、思った場合には、さっと引き下がるようにしています。今までね、そういう方をでもね、なんとかそう説得してと思ったこともあったんですけども、いろんな壁がありますね。で、今日のテーマは壁というふうにしましたけども、そういうことがあります。一般、ちょっと持続する人としない人の話なんですけども、私の印象では、50歳、60歳になってきますと、驚きは瞬間ですね。特に私の年齢70歳になりますと、驚いてもその場だけという感じになります。もう2日も3日も間を置きますとね、え、何のことだったっけなんてね、そんな風に言われます。ですから若い人の方が反応が良いということもあります。で、問題はやっぱり問題意識を持っているかどうかってことですね。その方がね、問題意識がなければ、私の説というのはただ単なる空理空論ということになるわけです。それともう一つは常識の壁っていうのがありますからね。学校で学んだこと、そういったものがですね、脳の中に
蓄積してますからね。そしてその学んだことを通してその人の常識っていうものがありますからね。まあ、私の説というのはどれもこれも常識に反することばかりなんですよね。ですからその常識をですね、まあ、固執するっていうのもおかしいんですけども、どう、まあ、ともかくもやっぱり驚きが先だと思いますね。驚いてくれればって言いますか、別に説得しなければならないという問題でもないの、ないもんですからね。ですからまあそれはそれとしていいんじゃないのかなと思いますね。そしてもう一つは一番大きな問題は、この世界誤解と偏見が満ちているということですね。いわゆるまあ誤解ですよね。それは私も注意しているんですけども、私が絶対正しいんだというような独善性はまあ警戒しなければいけませんね。その独善性が得てして相手をね追い詰めてしまいますからね、行き場をなくしてしまうわけです。ですからまあこの世界誤解と偏見が多いということはですね、例えば私のようなことを喋っている人を見るとですね、まず第一に考えることはカルト教団、あるいは宗教団体というふうに、あるいは、まあ、そういうふうに考えるわけですよね。世間一般の人は神とかね、ブッダとかという言葉を並べただけで、まあ、拒否反応、拒絶反応を示す人も多いですからね。言わんやキリスト、マリアなんてね、言い出しますと、あ、この林浩司はカルト教団の布教してるななんてね、そんなふうに思われますからね。ですからそういった誤解もあると、偏見もありますね。というのは、まあ、これはとても残念なことなんですけども、いわゆるまあこうした古代史、超古代史っていうのは、この日本においては要するに、まあはっきり言えば頭のおかしい人たちが話している話ということになっているわけです。まあ、そうした、まあ、なんて言いますか、いい加減なことを言う人が今まであまりにも多すぎたということですね。まあ、はっきり言えばね。ですからそうした流れの中で、まあ、偏見を持っている、偏見っていうか、持ってもそれは持ったとしてもね、私たちは何も言えませんけども、まあ、そういう無責任なね、まあ、ことを流布している人が多いですからね。しかもそうしたいい加減な話を取り上げているのが、いわゆる低俗番組、バラエティ番組ということになるわけですけども、そうした世界でいわゆるお笑い番組、いわゆるおちゃらけ番組の人として取り上げられることが多いという意味でね、まあ私の説のような、私の林浩司がね言っているようなことを口にしますと、まずそういった偏見で見られるということですね。それはとても残念なことですね。ですからまあそうしたその誤解偏見がありますから、そう簡単にはできないということですね。できないということはなかなか理解してもらえないということですね。ですからまあこの問題は全体として見ればですね、私は時間がかかると思います。まあ、現に私ここまで来るまでに6年間かかったわけですけども、まあ、当初は本当に辛辣な批判攻撃激しかったですよ。今は風向きが変わってきたと言いますかね、むしろ逆で、それまではまあとんでもないことばかり言ってた人たちがですね、巧みに私の説をパクりながらね、そして自説を載せて、あたかも自分の説のようにして発表し始めてますけどもね。もちろん私としてはあまり歓迎すべきことではないんですけども、そういう意味では少しね風向きが変わってきたということです。数日前でしたけども、ある方がねこんな情報を届けてくださいました。つまり私林浩司が言っているような新説に対してね、世間の動きというのは3つのステップを踏んで動いていくもんだと。その第一は、最初にね、まあ新しい説を発表するとみんな笑うって言うんですよ。嘲笑するってわけですね。まあからかって笑うってわけですよね。それが一巡すると、今度は
攻撃的になってくるということです。いわゆるまあ叩くわけですよね。出る釘は叩く式に攻撃的にその新説を攻撃するということです。まあ、それも一巡すると、そしてやがてね、一般的に広く伝わってくるとですね、すると我もがとってとですね、私もそんなことは知っていた、自分も知っていた、私は林浩が発見するよりも前から知っていたなどと言い出して、あたかも自説のように取り上げる人もいるということですね。まあ、そういったその3ステージを通って新しい施設というのは社会に定着していくもんだっていうようなことを2、3日前にね、YouTube の書き込みの欄に書いてくださった方もいらっしゃいます。まあ、ともかくもどちらにせよどうであれ時間がかかるということですね。そしてまあ一般世間の人は一般世間の人の常識を持ってますからね。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在しなかった、ただの操り人形だった、シニョレリの一人二役だったなんてね、そんなことをいきなり言うと世間の人はびっくりして、自分の常識がひっくり返るのを恐れるわけですね、要するにね。ですからいきなりそんなことを言ってもダメなんで、分かりやすいところから、もっと言えばね、初歩的なところから少しずつ話していく、あるいはほんのちょっとね、まあ種をまいておくってことなんですよ。で、特に相手がね、考古学であるとか、そういった、いわゆるまあアカデミックな世界に生きている方たちにとっては、私の説というのは受け入れがたいと思いますよ。それはなぜかと言いますと、私の説の一部でもね、認めたら、一部でもですよ、ほんの一部でも認めたら、すべてがひっくり返ってしまいますからね。ひっくり返るということは、まあ、そうしたアカデミックな世界で生きている先生たちにとっては、自己否定の世界に入ってしまうわけです。私は今まで何をしてきたんだって感じでね、ああでもない、こうでもない、今私の説をですね、こじつけだって攻撃している人たちはですね、結局は自分たちの説がこじつけであったことを知らされるわけでしょ。ですからパーフェクトな自己否定に陥ってしまうわけですよね。ですからそれは簡単には認めませんよ。現にマスコミにしてもね、いわゆるまあ官僚体質というのはできてますからね、いわゆるまあ新しい説をね、自分で検証して判断して、そして発表するというような姿勢はありませんからね、皆責任逃れのためにどこかからつつかれたらね、これは権威者の何々大学の何々先生の意見ですなんて言えばね、もうこの日本では全て無罪放免になりますからね。ですからまあ無難な道を選ぶという意味で権威主義社会が出来上がってるわけです。そういったその壁もありますからね。そう簡単にはできないということですね。ですからまあ特にそういったケースは私よくありますよ。あちこちの高校館だったとかね、遺跡行ってそれらしいことを言いますと、まあ例外なく皆さん怒ってしまわれますね。特に学芸員の先生たちはみんな本当に怒りますね。もうそれ以上話聞かないで顔をポンと背けて、プッともう向こう行ってしまいますね。あるいは、ほらという言葉を使いますよ。ほらというのは考古学の世界では、なんて言いますかね、エセ科学という意味なんですよね。デタラメなインチキっていう意味なんですよね。私たちの世界ではほらって言いますとね、大げさに言う、ほら話のこと言うんですけどもね、ちょっとニュアンスが違うみたいですね。まあそういった特殊な言葉もあるということです。がしかしですね、私はこういった別バージョンの人間史を解くことはですね、今の私たち地球人にとってはとても重要なことだと思います。というのはですね、まあ別バージョンの人間史、まあ、長く見てくださっている方はそうだろうと思うんですけども、視野が広くなりますね。大変広くなります。そして視野が高くなりますね。そしてもっと重要なことは、歴史から教訓を学ぶということに対してもっともっと謙虚になりますね。この謙虚さが大切だということです。でないとね、歴史などというものは過去のすべて異物である、意味のないものであるというふうに片付けてしまうとですね、
いつもその時点において歴史は始まりますから、同じ失敗を何度も何度も何度も繰り返すことになるわけです。戦争がいい例でしょ。もう2000年前から繰り返し繰り返し愚かな戦争を、領土の、領土問題を絡めて戦争してきているわけですけども、いつになったらこの戦争が終わるんでしょうね。これからもずっと続くんでしょうかと言いたいんですけども、これからの先は、これから先の戦争はそうはいかないということですね。人間はとうとう核兵器なるものを手にしてしまいましたから、あんな核兵器を使って互いにドンパチドンパチやったのではですね、人類どころか全ての生物が死に絶えるということになりますからね。下手すればこの地球環境そのものが破壊されるということにもなりかねないわけです。ですから私たちはもうそうした愚かな歴史を繰り返してはいけないわけですよね。そういう意味でね、今私たち地球人はですね、私地球人ですよね、私たち人間を地球から宇宙から眺め、そして視野を広くして高くするということですね。そういう意味で私がしている別バージョンの人間史というのは大変意味があると思います。そういう視点を持てばですね、遠い宇宙から地球を見て人間の社会を見るとですね、まあ人間のはっきり言えば愚かさもよくわかるということです。そのよくわかる部分に、まあ、謙虚さが必要だということですね。別バージョンの人間史、つまりこの地球、太陽系、宇宙には人間以外にももちろん知的生命体はいますが、その知的生命体が、まあ、我々が神々と呼ぶ知的生命体がいて、常に人間と共にこの人間史の向こうでね、別バージョンの部分で歩いてきたということですね。でそれを知りますとね、人間ももっと謙虚になるのではないでしょうか。その謙虚さこそが今求められているということです。ですから決してその私がしている別バージョンの人間史の 謎解きというのはですね、私の趣味あるいは皆さんの、ね、好奇心を満たすための、まあ、手段としてしているわけではなくて、あるいは方法としてしているわけではなくてね、もっと崇高な人間はどこから来て、どうしてここにいるのか、そしてこれから先どうすればいいんだというような崇高な、まあ目的というよりも何でしょうか、理念を持っているということですね。そうした視点で捉えていただきますと、また別バージョンの人間史、林博士がしている別バージョンの人間史を見ることも、まあ見ることもというのもね、別バージョンがどんなものであるかということを分かっていただけると思います。で最初の相談の方の話に戻しますけども、まあ、そういったその誤解偏見もありますし、常識もありますしね、それぞれの方がそれぞれの世界で懸命に生きていらっしゃるわけですから、またその今までね、いろんな人がこの世界を荒らしまくってますからね、とんでもない人がとんでもないことばっかり言ったりっていうようなこともやっぱりやってきたわけですよね、証拠もなくね。ですからそういったことで荒らされていますからね、そういったものに対する警戒心っていうのはあるでしょうね。それから諸々の宗教団体がね、神や仏、キリスト、マリアなってね、名前を挙げて、そしていろんな事件を引き起こしてますからね、そうしたものに対するアレルギーっていうのも当然あって、しかるべきと言いますか、当然あるでしょうね。ですから、またね、私が言ってるようなことは、例えばマスコミの世界でもね、そういったそのレベルの、問題としてそういったレベルの人たちが論じてますからね。ですからとても残念なことですけどもね、いわゆるおちゃらけ番組になっているってことですね。テレビの世界でもおちゃらけ番組になって、おちゃらけテーマとして使われているということですね。ですからそういった壁がありますから、そう簡単には崩れないということです。ですから焦らないで、まずあなた
や私自身がね、広い視野で、そして高い視野でものを考えて、そしてそうしたその、なんて言いますかね、私たち自身を通してね、皆に伝えていくしかないんじゃないかということですね。いきなりね、興味本位で、どうだなんてね、高飛車に攻めても、相手の方は身構えてね、ガードを張ってしまいますから、かえって逆効果だということですね。まあ、本当にね、まあ、いろんなあの視聴者の方いらっしゃいますけども、ただ見て、ぽいっていう人もいらっしゃいますけどね、それはね、それで、まあ、それでも感謝してますけども、しかしね、その相談の方のようにね、私の良き理解者であり、まあ、なんとかね、私を励ましていただくだ、まあ、やろうと、まあ、そういう気持ちでね、そういうことをなさってくださっていることはよく分かってますので、他のところでもね、いろんなメールいただきますので、私としても何かこう力になれるようにね、一度そのいわゆる初歩的なねレベルからもう一度その最近ねちょっとあの専門的に、まあ、自分でそういうのもなんですけども専門的になりすぎた部分もありますので反省を込めてね、まあ、なんとかしたいなというのは考えています、まあ、ちょっと今日ごめんなさいね、まだ朝早くて頭がぼっとしてまして、あの頭の中がまとまってないもんですから言葉がしっかりとした言葉になってませんし、お聞きづらい点があったかもしれませんけども、まあ、今日はねその方の質問に答えて、まあ繰り返しになりますけども焦らないで、この問題は大変時間がかかると思います。まさしく世界をねひっくり返すようなあのことを私林浩司がしているわけですからね、そう簡単にはひっくり返らないということです。また私もそれは期待してませんしね、おそらく世間の人がね私の説を広く見てくださるのはここ5年や10年はまだ無理だろうなと思ってます。まあ死んでからかなっていう感じでね、今はその諦めているというか、まあそんなこともあんまり考えないでやってますけどもね、まあそういうことです。どうもあのいつも応援してくださりありがとうございます。あまり無理しないでね、周りの人とは圧力を深めないようにギクシャクしないようにね、あの爽やかにどうかお過ごしくださいというか、私のことでどうか周りのね人間関係を破壊なさらないようにお願いいたします。ちょっと言いにくいって言いますか、話しにくいテーマでしたけども、今日のビデオダイアリーはこれで終わります。今日は水曜日ですね。それでは皆さん、バイ。